はい、どうもこんにちは、みみこです。この背景懐かしいですね。皆さん覚えてますでしょうか。ここでダンシングヒーローをしてみたり、お習字をしてみたり、生放送でゲーム配信をしてみたりということで、久々に事務所の衣装部屋にやってまいりました。衣装部屋と今はなってるんですが、前はまあ2つ目の事務所みたいな感じの扱いだったので、いろいろ YouTube の撮影したりゲーム配信をしてたんですが、最近は衣装がたくさん並んでいます、某メーカーさんので。せっかくたくさん服があるので、まあまあまあ最近ね、アプミカコといえばおしゃれになってきたということで、皆さん、ね、ご存知だと思うので、せっかくなのでこの時期夏ぐらいに着れそうな服を探したいと思います。2パターンぐらいで考えようかなと思ってて、1つ目は男受け抜群の、こう例えばデートとかで着てくような感じの可愛い服を、まあ、あんまり着ないのでそういう服も多分あるので、そういうのを選んでみて、2パターン目は普段の私だったらこれ着るわなみたいな感じの服を選んでいこうかなと思っております。ちなみに本日の私服はこんな感じです。ということで、この格好からどんどん着替えていこうと思います。じゃあ選んできます。はい、ということでじゃあ服を選んでいこうかなと思うんですが、どうしても私安部美加子的にこうファッションのセンスがちょっと未だにワンピースとかに逃げがちなんですよ。あ、こういうのとかね、めっちゃ可愛いじゃんと思うんだけど、これとかめっちゃ可愛いじゃん。これエプロン可愛くない？え、こんなデートで来てこられたらそのままなんかホテル行っちゃう。でもなんかせっかくだからワンピースじゃない方がいいんだろうな、多分。私普段こんな感じだけどね。白衣もあります。多分白衣はね、見覚えある方いるんじゃないですか。うわ、短え、難しいな、服選ぶの。合わせるのむずくない？私だけかな。一回も買ったことないや。ちょっと考えよう、これはこれで。こう、あ、こういうの着こなせるようになりたいな。これもこう。あ、裏は制服のスカートとかばっかり並んでます。さすがメーカーさんの衣装部屋ですね。なんならこれこの間着たし、私。普段白いの着ないくせにやったら白いな、あれは。いいんじゃないですか、この感じとか。私にしてはいいセンスしてるわ。はい、じゃあ、なんとなく決めたので、ここから着替えていきたいと思います。はい、ということで、1着目着替えてみましたが、いろいろ問題があって、よりで乗るのかはちょっとわかんないですけど、ちょっと見せたいと思います。1着目はこちら、こんな感じです。靴下履いたままにしちゃったな、もういっか。まあ、なんかサンダルとか合わせるんじゃないでしょうか、これは。ただね、これめちゃめちゃ透けてんだ。透け透けなんだ。やっぱ外向きの服ではなかったんだな、ここに並んでんのが。てんだ、上も透けてんだ。どうでしょう、このなんだろう、レースニットレースみたいな感じのふわふわ女子。こんな感じです。まあ、もちろんデート行くときはサンダル履くし、靴下履かないし、髪の毛はね、そうだね、こう似てるとかするんじゃないかな、こんな感じだと思います。まあ、あのね、実際デート行くってなったらちょっとちゃんと透けないような中を着ますけど、今許してください。むしろ透けてもいいよって感じる人が多いと思いますが、1着目はこんな感じでした。じゃあ2着目着替えたいと思います。はい、ということで2着目着替えてみました。普通に私だったら私服としてこれ着るなみたいなのを選んだつもりです。こちら、ちょっと相変わらず靴下は履いてるんですけど、こんな
ショーパンにしました。すごいカーディガンおしゃれ風なんですけど、ちょっとこれねちょっとね、どっち着ようかなってちょっと悩んだ結果2つ着てます。大丈夫かなこれまあまあまあ、ついでになんかこれ黒とグレーどっちがいいっていうのも教えてもらえたら今後の参考にします。黒、グレー、まあ一応ね、中は結構レースとかで可愛い感じで、ショーパンはまあ夏結構私ショーパン履くこと多いんで、こんな感じですね。基本的にカーディガン持ち歩きたい女子なので、カーディガンはいくらあっても困りません。こんな感じで2着着てみました。さっきのがこういう感じのブリ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 レースブリブリみたいな、名付けてブリブリレースブリブリでいいです。全身マシラの感じですね。あ、これだったらまあ結構パステルピンクのサンダルとか合わせると思います。あと黄色とかで、こっちだったらまあスニーカーでいいっしょアクティブに動ける系のデートができると思います。こちらの格好の方が、皆さんはどちらの方が好みでしょうか。カーディガンは変な着方をしてますが、まあ、色ね、こっちの方が合うよとか、カーディガンそのままでもいいよっていう人もいるかもしれませんので、まあ、そういう方はぜひコメント残していただけるといいなと思っています。こっちブリブリレース好き好きの方がいいか、あとはアブメカゴスタイルがいいか、まあ、ぜひね、どちらがタイプか、どっちとデートしたいか、ぜひ教えてもらえると嬉しいです。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、アビミカコでした。バイバイ。